安心中ようこそ、どうも、あずしです。ということで、今、朝の、あ、もう9時前早いな。9時前なんですけど、今日ね、朝の7時ぐらいに市場に買い出しに行きまして、とある魚を買ったんですよ。で、それがですね、こちら。でーん、でででで、これ何かわかる？これ、ビワマスという魚でございます。こちらのね、ビワマスっていう魚はですね、琵琶湖に生息しているサーモン。琵琶湖でしか取れないと。で、海とかにも行ったりしないので、本当に琵琶湖だけで一生過ごす、お魚さんなんですね。で、食べてるものも、なんか、アユを食べたりとか、本当に、もう、美味しいものばっか食べてるので、身もとっても美味しいらしいんですよ。ただ、やっぱ、琵琶湖でしか取れないので、かなり量がね、少なくて、もう結構、幻の魚とか、高級魚と言われているんですが、そのビワマスがね、たまたま、まあ、手に入ったので、ちょっとこのね、ビワマスちゃんを今日はさばいて食べていこうかなと思います。で、日本のね、サーモン、いわゆる鮭って言われてるものって、寄生虫がいたりとかして、基本生食できないんですよね。北海道とかにいる、紅鮭とか。ただ、このビワマスに関しては、なんか寄生虫が存在してないらしいんですよ。なんで生食も OK ということで、非常にね、お刺身が美味しいらしいので、お刺身でいただきたいなと思います。はい、じゃあ早速、さばいていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまずビワマスチェーンをですね、出しましょう。かなりなんか、新鮮っぽくてですね、まだ死後硬直してないんですよね、あんまり。マジでふにゃふにゃなんですよね。なんでかなり、ちょっとさばきにくいかもしんない。ただね、そんだけ鮮度がいいってことなので、非常にちょっと、期待できるかなと。はい、じゃあまずね、鱗を落とすんですけど、このビワマスは、結構かなり、鱗がね、細かいんですよね。なんで鱗取りとかじゃなくて、こういう金だわしとかでね、やるのがいいっぽいです。おー、取れる取れる、めっちゃ簡単。ペットボトルのキャップとかでもいけそうな感じだね。よいしょ。ちなみにお値段なんですけど、多分季節とかね、にもよると思うんで、どのね、値段が適正なのかわかんないですけど、この子は5500円で1尾買いました。いや、かなり高級魚だよね。ただまぁ結構でかいんで、50センチはあると思うんでね。結構食べるところは多そう。はい、オッケー。はい、じゃあね、ビワマスさばいていきましょう。わーお。まず、ここの鎌のところから、切れ込み入れて、頭をね、落としていきます。オッケー。うわ、血がドゥラッて出てきたよ。大丈夫？血抜きが、されてないか。苦玉潰さないように気をつけて。ちょっと丁寧にさばきます。オッケー。チーやべー。あ、すげえ、筋子が入ってる。わからんか、これ真っ赤すぎて。ちょっとお腹を裂きまして。うわー、すげえ。これ多分でも、まだ未成熟か。これでも食べれないか。わかんねえな、俺。筋子に関しては全くの、あれなんですけど。うわー、これ、見て、筋子。すげえ、ちょっとでも、普通の鮭と違うから、ちょっとどうなのかわかんないですけど、内臓全部出しちゃいます。はい、お腹、裂きました。ここに、血合いが、腎臓ですね、入ってるので、ここをね、しっかり洗って、綺麗にして、いきたいと思います。じゃあ、全部洗います。で、なるべくやっぱ綺麗に食べたいんで、やっぱ皮面が触ったものは全部、一旦消毒します。やっぱ一応川魚なんでね。はい。じゃあね、血わった、洗い流したら、よいしょ。しっかり水気を、拭き取ります。うわ、お腹も。いや、本当にサーモンって感じの、あれだね。身だね。で、今回は僕一人しか、今日食べないので、半身だけ、使います。で、もう半身は、ちょっと塩まぶして、ちょっと熟成させてみようかなと思いますね。美味しいんでね、非常に。じゃあ、背中からさばいていきますね。ちょっとここをね、曲げるといいらしい、ここの、背中を。こうすると、包丁が入りやすいと。いきます。ちょっとキワキワ攻めすぎてもな、失敗するんだけど。お、いい感じ。お、いい感じじゃない？でかいから緊張するね。うん。とりあえず一本入った骨を見つけて、本当にまっすぐ入ってるわ、骨が。よし。ちょっと丁寧に行くわ。
よし、行きまーす。よし、OK。腹骨を断ち切って、よし、ポートしたら、はい、OK！ あ、いい！素晴らしい！あ、いいんじゃない？ちょっとここら辺ミスっちゃってるけど、許容範囲な感じがします。素晴らしい。オーケーオーケー。てかさ、ここら辺取っちゃえばよかったんだ、最初。ヒレとか。では、こちらのですね、半身は内側のね、あの肉を守ってくれるので、このままの状態でペーパーに包んで、冷凍庫なり冷蔵庫に入れます。はい。じゃあしっかりと、これ、キッチンペーパーとラップにくるんだので、このまま冷蔵庫にポイしていきます。はい、じゃあ、これね、残った身で、刺身作ろう、刺身。ちょっと消毒。まずは腹骨を、すいちゃいます。かなりこれ、入ってるんで。めちゃめちゃいい感じに引けてるぞ、俺。ヒレついてるの忘れてた。じゃあ、次はここのお腹の部分。ここも、油が乗って美味しいらしいので、ここはね、焼いて食べましょう。全然切れない。とりあえず、ここら辺に、骨が残ってるので、中骨。これをね、抜いちゃいます。全部取れた。そんなないね。はい、じゃあ、切っていきますか。ここが一番苦手なんだよな。皮を引きつつ、切っていきたい。だから、とりあえず、この辺りぐらいまで軽く切って、こっから、包丁滑らせて、よいしょ。おー！天才的な皮引き！皮引けた！めちゃめちゃ綺麗に引けた！引きやすいとっても。で、もう一遍ぐらいいっか。よし。はい、完璧。まあ、ちょっとだけずれちゃったけど、まあまあ全然許容範囲でしょう。で、あとは、ちょっと焼きでも食べたいんで、普通にカットしよう。じゃあ。斜めに切って、結構皮が硬いね。だから皮引きやすかったのか。塩焼き用に。お、いいね。ちょっとでも普通のね、鮭とは若干こう色味というか変わるよね。で、まずこっちの、身は、刺身用の身は、軽く塩振って、まあ、熟成じゃないけど軽く冷蔵庫で寝かしておきましょう。軽く水塩振って、よいしょ。これで。はい、これ冷蔵庫。この子刺身にして、あとは焼き。2切れ。これもちょっと晩ご飯ぐらいにしとこう。これ切り身、先に塩だけ振っとくわ。塩振っても焼いちゃうか。軽く塩を振りまして、焼いてきまーす。はい、じゃあね、今焼いておりますんで、最後、刺身だけしちゃいましょう。いやー、久々にさ、魚さばいたわ。マジで。しかも、初めましての魚。なかなか大変だった。どうしよう。普通に、コロッと。刺身にする感じでいいかな。うわぁ、すげえ。もうマジでちゃんとサーモンじゃない？まあ、うまいでしょうってところなんだけど。全然違うところ映した。今回は、こちら、めちゃめちゃいい、おろし生わさびっていうのをね、買いました。はい、じゃあ盛り付けていきまーす。はい、ということで、完成でございまーすよ。これはやばいよ。ほんとに。これは絶対うまい。早速いただきますか。豪華な朝ごはんだな、マジで。はい、では早速いただきたいと思います。これはね、お、うまいですよ、これは。これは絶対うまい。いいわさびと、いい醤油も用意して。じゃあ早速このビワマス刺身いただこうかなと思います。日本の川魚でなかなかこう刺身で食える魚ってないですからね。いただきまーす。え？ちょっと一回わさびなしでいくわ。嘘でしょ？いただきます。うわぁ？うま？え？ちょっと待って。味の感想が難しいこれ。むずこれ。うまみがすんごいのよ、マジで。普通のサーモンよりもこう、しつこさがないっていうのが正しいのかな。うまみはすごいんだけど、しつこさがないっていうか、なんか、独特の臭みとかも全くない。サーモンっぽい香り。サーモン臭があんましないのかな。めちゃめちゃうまい、この刺身。焼きでもいただきます。
大優勝。何これ、大大大優勝。は、うま、は、いや、うん、ま、旨味と甘み、うん、なんかちょっと、うん、普通の焼き鮭とは全然違うな。なんかいいもの食って育ちました感がある。上品な味が多少するかな、普通のサーモンよりも。ただまあ大まかにはサーモン。腹もも食べよう、お腹の部分パリッパリだね。うめえ。これはこれで全然違うわ。ここはどちらかというと油が結構ある感じ、お腹の方は。ということで今回は初めてのですね、ビワマスを、さばいて食べてみましたけれどもね、いやーうまかった。本当にうまかった。割とうまいことさばけたっていうのもあるし、結構皮が分厚くてね、皮引きしやすかったんで、非常にまあさばきやすいお魚なのかなと思いました。骨も柔らかかったんでね、はい。なんでぜひもし売られているのをね見かけたら、ちょっと皆さんもぜひチャレンジしてください。本当にうまい、これ本当にうまい。普通のサーモンよりも俺は好き。無限に食えるこれは。ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。また変な魚さばきまーす。バイバーイ。